はい、健康生活チャンネル理学療法士兼ファスティングマイスターの海老原貴弘です。今回はですね、認知症予防には必須の脳を若く保つための6つのポイントについてお伝えしたいと思います。で、あなたは脳を若く保たないとしぼんでしまうということを知っているでしょうか？脳がしぼむなんてちょっと想像するのが難しいかもしれないですよね。しかし脳というのは大人になると成長が止まってしまい、ゆっくりと老化が始まってきて、使っていないところからしぼんでいって機能が失われてしまうものなんですよ。ですからこの老化に任せて脳も吹きさせてしまうと、脳がしぼむということは脳の機能がどんどん失われていくということですから、さっきしようとしていたことを忘れてしまうような物忘れがね、どんどん増えてしまったり、例えばね、何か取りに行こうと思ってトレーの部屋に行ってですね、あれ何しに来たんだっけって思って、でまた戻っていってですね、なんか忘れたから戻ろうかなと思って戻ってきたら、だったあれを取りに行くんだったと思って行ったらまた忘れてみたいなことをする時もありますよね。そういったことが増えてしまったり、言葉がねすっと出てこなくて、ほらあの芸能人ほらあれみたいな、その言葉出てこないようなことが増えてしまったり、集中力が続かなくなってしまうなど、日常生活でもかなり困ってしまう場面が増えてきてしまいます。そして脳がある一定量しぼんでしまうと、認知症というあなたも家族も大変な思いをする病気になってしまうんですね。そこで今回はあなたが脳を守るためにやるべき必須のポイントを6つありますので、これをお伝えします。この動画をご覧いただくことで脳を若く保ち守ることができ、物忘れや脳の機能低下を防ぐことができます。逆にご覧いただかないと脳がしぼんでしまって、物忘れであるとか集中力の低下などの脳の機能が低下してですね、さらに認知症になるリスクが高まってしまいますので、ぜひ最後までご覧になってください。で、脳というのはですね、生まれてから神経細胞が増え続けて20代前半までに完成すると言われています。ですのでそのくらいの年齢までは脳の神経細胞というのは急速にどんどん増え続けていくんですが、20代を超えたあたりで成長のピークを迎えるとですね、脳の成長というのはどんどん遅くなって、高齢になるともうこの成長スピードというのはかなり緩やかになってしまいます。ですから若い時にはね、物覚えが良かったはずなのに、年を取ると物覚えがすごく悪いということが出てきてしまうんですね。で、高齢になるとですね、その新たな神経細胞が、できることはできるんですが、非常に育ちにくくて、反対に失われるスピードが速いですので、この失われないための対策が必須なんですね。で、脳がしぼむことを専門用語では脳の萎縮、脳萎縮と言います。これは脳自体の量が減ることを指していて、脳組織が破壊されて消えていくわけではなく、まるでですね、例えば水分が抜けていくようにしぼむという容積の減り方をするんですね。で、脳が萎縮することでどのような症状が現れるかというと、記憶を司る海馬というですね、脳の一部分が萎縮すると、ある時期の記憶が思い出せなくなる記憶障害が出てしまったり、今日の日付であるとか今いる場所、人の顔や名前などが思い出せないという見当識障害というもの、あるいは判断することができずに目的が定まらなかったり、一人で行動することができなくなる判断障害などがあります。そしてさらに進行していくとですね、言葉を理解したり話すのが難しくなってしまったり、目や耳とか食感などね、感覚が認識できなくなったり、目的の動作のための体の動かし方が分からなくなるなど、高次脳障害といってですね、重大な症状も出てきてしまうようになるんですね。で、一度ですね、この脳が萎縮してしまってですね、やばいと思ってね、その取り返せようと思ってまた脳がねしぼんでしまったのを膨らまそうと思ってもですね、脳の萎縮を元に戻す治療法というのは存在しませんので、基本的に治らない病気なんですよ。ですからまだですね、脳が健康な今のうちに脳を一生懸命働かせて、脳に十分な血流を送り込んでですね、血を送り込むことによって脳が若々しい状態を、健康な状態を保つことが必要なんですね。でこの脳がしぼむことを抑える方法をね、今回ご紹介するんですが、逆にですね、その脳がしぼむことを加速してしまうという危険な行動もあるんですよ。ですからまずはですね、この脳がしぼむことを控えて、その上で脳がしぼまないように6つのポイントを頑張っていただきたいと思います。でじゃあですね、この脳がしぼむのを加速してしまうこと、この悪い行動が何かっていうと、これはアルコールの摂取なんですね。で以前の研究からですね、アルコール依存症の方は脳の萎縮が高い割合で見られることが分かっていて、アルコール依存はね、めちゃくちゃ悪いよっていうことは分かっていたんですよ。しかしですね、最近の研究ではそのアルコール依存の方ほど多くはなくても、普通の飲酒の量ってあるじゃないですか。毎日私は缶ビール1杯飲みますとか、その缶ビール1杯と1合だけね焼酎飲みますっていう方もいらっしゃると思うんですけども、この普通の量のお酒でさえも飲酒量に比例して脳萎縮が強くなっていくことが最近の研究から分かっているんですね。ですからできるだけ飲酒量というのは、その増やせば増やすほど脳がその萎縮してしまいますので、できるだけ減らすという努力が必要になってくるんです。ですから脳をしぼませないように、まずはアルコールを減らす、これがまず一番大事なことですね。ということでね、その悪い脳をしぼませてしまう悪い行動が分かったところで、次にね、6つのいい行動をお伝えしたいと思うんですが、まず1つ目は運動です。で運動はですね、脳に対してさまざまないい効果があることが分かっていて、特にですね、ウォーキングであるとかサイクリングとかランニングなどの有酸素運動を行うことで、脳に行く血流量が増えて、脳の細胞を増やすホルモンが分泌されることも分かっているんですね。ですから運動はしてませんという方が多いとは思うんですが、運動っていつまでも健康に若々しく生きるために必須のものですので、これはもう脳だけではなくて体にとっても非常に重要な行動ですので、是非始めていただきたいですね。で週2回以上の運動は認知症リスクが 40% も下がるという研究報告もありますので、週2回以上の運動がおすすめです。で1回の時間の目安は30分以上1時間未満ぐらいで、軽く汗ばむぐらいのね、ウォーキングが一番おすすめですね。ウォーキングはその運動になるだけではなくて、病気のリスクもすごく下げてくれますし、外をウォーキングするというのは、リズミカルな運動というのはストレス解消にもすごく効果的ですので、ぜひこのウォーキングというのはね、若いうちから高齢になってもずっと続けてもらいたい運動ですね。そして脳を若く保つためのポイントの2つ目は、趣味や好奇心を持つことです。で趣味や好奇心も脳を活動的にさせるためにとても有効なんですね。ですから休日にはですね、何もやる気がないとか、新しいところであるとか新しいものに全く興味がないという方よりもですね、もうそのとても楽しみにしている趣味があって、積極的にね、そのお休みがあったらその趣味の行動を行ったりだとか、いろんなことに好奇心旺盛な方ほど脳をよく使って若く維持できるんですね。でこれはですね、研究の結果からも分かっていて、加齢医学研究所というところが行った研究では、知的好奇心のレベルが高い人ほど高次の認知機能を担う重要な領域である側頭頭頂部の脳の体積の減少が明らかに少ないということが分かっているんですね。ですからもし今ですね、何の趣味もないという方もね、結構多いと思うんですよ。あなた趣味が何かありますかって聞かれた時にですね、いやーテレビ見ることかななんてことをおっしゃる方も結構多いんですけども、結構ね、その趣味持ってない方って多いんですよね。であるいは以前はね、趣味があったけれども最近はご無沙汰ですっていう方はですね、是非この趣味を見つけられるように頑張ってみましょう。でまたあなたがですね、まだ体験したことがないとか経験したことがないとか知らない知識をですね、どんどん求めていくといいですね。そして脳を若く保つためのポイントの3つ目は他者とのコミュニケーションです。であなたは他の方とのコミュニケーションを取る機会がたくさんあるでしょうか。で仕事でね、その他の方と話す機会が少なかったりだとか、その工場勤務の方とかね、やっぱりその物に向かう時間が多い方はやっぱりこの他の方と話す機会って少ないと思うんですよ。であるいはですね、専業主婦でね、その関わる方が少なかったりとか、あるいはですね、もうすでに仕事を退職されていて60歳とか65歳以上の方とかね、もう退職している方もいらっしゃると思うんですが、そういった方はですね、その家族であるとかたまに友人と会う以外はコミュニケーションを取る機会がないという状況ではないでしょうか。このですね、他者とのコミュニケーション、社会との関わりというのは脳にとって非常に重要な刺激になるんですね。で、あなたが誰かと会話をするときですね、話をするときというのは脳のですね、さまざまな部分が複合的な働きをして可能となっているんですよ。脳の一部分だけで話をしているんではないんですね。で、例えばですね、この会話を行うときに使う脳の部分というのは、脳の前方にある前頭葉であるとか、横にある側頭葉とか、上にある頭頂葉とか、後ろにある後頭葉とかですね、そしてその下にある小脳、こういったその多くの場所が関わっているんですね。ですから誰かと会話をする、それだけで脳のさまざまな部分を使いますので、脳をですね、より若く保つことができる、効果が非常に高いんですよ。だからぜひですね、その他の方とのコミュニケーションの機会というのはたくさん持ってほしいんですね。で、またですね、今すでに定年退職をされた方であればですね、また別のお仕事をすることを考えてみてください。その仕事をするだけでですね、そのコミュニケーションの機会というのは一気に増えますので、仕事をしていないというのはこのコミュニケーションにとって重大な問題なんですよね。仕事をするしない、これだけで脳の機能を保つために大きな差が出てしまうことになるんです。で、これもですね、研究結果が出ていて、アメリカのオレゴン州立大学で行われた研究では、健康な高齢者において退職する年齢がですね、1歳遅いだけで、1歳高いだけで死亡リスクが 11% も低下したというデータもあるんですよ。たった1年退職する年齢を遅らせるだけで死亡リスクが 11% も差がついてしまいますので、これだけ仕事をしないということによる脳への影響、健康への影響というのはすごいものなんですね。ですからね、その仕事をしなさいと言ってもですね、その若い時ほど体はやっぱり動きにくいと思いますので、軽い仕事でいいじゃないですか。例えば週3回の仕事でもいいですし、時間を短くしてね、例えばその9時からね、お昼の2時とか3時とか、そういう短時間でもいいですので、ぜひその楽な仕事でもいいですからね、あなたの健康のためにもこの仕事というのは考えてほしいんですね。で、その仕事をすればですね、今全くその年金だけの収入の方であれば、さらにですね、別の収入が入ってくるわけですから、それはまたその趣味のお金に使ってもいいじゃないですか。ですから、こういったですね、その生活の質を上げるためにも役に立ちますし、認知症予防にもなりますので、ぜひですね、その友達と会う機会をね、たくさん作るとか、仕事をするとか、人と会う機会を積極的に作っていきましょう。そして脳を若く保つためのポイントの4つ目は食事です。食事がですね、脳の機能に影響を与える研究で結構たくさんあって、例えばですね、脳のエネルギー源は糖質なんですが、例えばね、ダイエットで極端な糖質制限によって、そのご飯食べない、パンも食べない、そのパスタも食べないし、その糖質のものはほぼ全て取りませんという、そのダイエット法によって糖質が不足してしまったり、反対にですね、このご飯の食べ過ぎ、パンの食べ過ぎ、お菓子を食べたりだとか、ジュースを飲むとか、こういった糖質の取り過ぎによって高血糖状態になってしまって、その状態からその血糖値が下がっていくんですが、この反動でですね、血糖値が下がってしまって、低血糖になってしまっている方などの場合ですね、脳にエネルギー源が足りないですから、エネルギーが不足してしまって負担をかけてしまうんですね。で、またコンビニ食品であるとか、カップラーメンとか揚げ物とか炒め物などね、油物が多くて、反対にお魚であるとかお野菜類が不足している方の場合、油のバランスというものがあるんですが、脳の 60% は油ですので、このバランスが崩れてしまうと脳にものすごく負担をかけてしまって、そのバランスが崩れてしまって脳機能が低下してしまうことになるんですね。で、その他にもですね、食べ物は脳に影響を与える要素がとても多いですので、若い脳を保つためには健康的な食事というのは必須になるんですね。で、これはですね、その脳を若く保つというかね、その認知症を防ぐための食事法というのもあって、これ私の別の動画でもお伝えしてるんですけども、マインド食というものがあるんですよ。ですからこちらのやつの食事に書いていただくと、脳をですね、若く保って認知症を防ぐことができますので、ぜひこちらのね、その食事は実践してもらいたいんですが、日本人にはね、もっと合う食事もあるんですよ。で、栄養バランスを簡単に取ることができる孫は優しい食事というものがあるんですが、これ私の動画ね、以前からお伝えしているんですけども、こちらがおすすめなんですね。で、この食事法をですね、まだご存じない方は私の別の動画で詳しくお伝えしていますので、こちらの動画もね、下の説明欄のリンクからご覧になってください。で、もしマインド食ができるという方はね、マインド食の方が認知機能的にはね、めちゃくちゃ効果あることが分かってますから、そちらの動画もね、ぜひご覧になっていただいて、どちらをやろうかなっていうのを決めてもらえればいいかなと思います。そして脳を若く保つためのポイントの5つ目は睡眠です。で、睡眠もですね、脳に大きな影響を与えるんですね。で、アメリカスタンフォード大学の行った研究によると、睡眠時間が6時間以下と短い方ではアミロイド β という認知症リスクに関するタンパク質が明らかに増加したという結果が出ているんですね。つまり睡眠時間が短い方は認知症リスクが大幅に上がってしまうんですよ。で、また睡眠不足の状態の高齢者では認知能力の評価であるとか軽い認知症の特定に使われるテストでも若干から大幅にまで結果が悪いということが、ね、出ているんですよ。ですから睡眠時間は適切な時間に収める必要がありますし、睡眠の質は改善できるように努力する必要があるんですね。で、私の別の動画でもですね、睡眠の質を高める方法をお伝えしていますので、こちらも後でご覧になってください。そして脳を若く保つためのポイントの6つ目は幸福感です。で、あなたはですね、幸福感を感じる瞬間があるような生活をしているでしょうか。で、幸福感は自分が幸せだと感じることを主観的幸福感というんですが、幸せだと感じることそれ自体が脳にいい影響を与えるんですね。で、どんな人がですね、幸福感が高いのかというと、自分が好きなことを思い切り楽しめていたり、社交性が高くて社会とね、他人と積極的につながっている方、そしてボランティアのような他の方にね、喜ばれる活動をしている方なんですね。ですので、趣味や好奇心が持てるものを探したり、他の方との人付き合いを増やせるような活動であるとか、他の方がね、喜んでもらえるような活動をぜひ始めてみてください。ということでね、脳を若く保つためのポイントを6つお伝えさせていただきましたが、あなたは全て実践できていたでしょうか。この6つのポイントを全て行えていないという方は、あなたはですね、もっと脳を若く保っていられたはずなのに、今どんどんですね、脳が老けていってしまっているということなんですよ。ぜひですね、後になってその物忘れであるとか集中力の低下とかがね、こういったものが起こったり、あるいは認知症になった時にね、後悔しなくて済むように今できる努力を始めましょう。で、私の別の動画ではですね、脳の機能を高めて認知症にならないためのさまざまな方法をお伝えしていますので、次はこちらの動画も下の説明欄のリンクからご覧になってください。で、私の整体院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただいたら、下の説明欄のリンクからご覧になってください。で、また今回の内容がためになったなと思っていただけたら、チャンネル登録をするかはお任せしますが、ぜひもう一本動画をご覧になっていただいて、痩せて綺麗で健康な体を作っていただけると私も嬉しいです。ついでに認知症の起きないような脳を若く保つ体も作りましょう。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。